はい、こちらですね、これなんとね、マスターグレードでもガンダム、30周年、はい、ガンダム30周年の、スペシャルクリア外装パーツ付きの、なんとシャア専用ズゴックです。これたまたまお店で見かけまして、あれ外装付きパーツやんって、こう下がちょっと膨らんでんのがね、ワンパーツ多いんですよ、枝が。で、スペシャルクリア外装パーツ付き、ちょっと値段が、中古店ではちょっと高い全然値段設定になっていることが多い、このスペシャル外装。これがね、なんとね、定価が3000円やったのかな。うん。で、3000円やったの、これ。3000円で売ってて。で、あと、おまけ付きで、これにね、表に書いてあって、値札のところに、3000円に、淡水ペーパー、タミヤの淡水ペーパーが2種類、2000番が3枚と、400、600、800やったかな、セットの淡水ペーパーが、新品で2つ入ってて、で、さらに綿棒。墨入れ用の綿棒。ちょっと先が細いやつね。200何本ぐらいで売ってたやつが、中に入ってたんですよ。で、それで3000円やったら安いやんって。まあ、その前に何が入ってんのかっていうのが、いまいちよくわからへんかったから、中で開けたら、その淡水ペーパーと、綿棒がついてたんですよ。ラッキーやんってね。その分安いわけやから。まあ、けど、淡水ペーパーの2000番って、2000番の淡水ペーパーって、車のプラモデル作んのかよ、みたいな。ちょっと、ボケるとこやけど、2000番。で、それでね、実はこう買って、店で中身確認して、一部開封済みやってんけど、一応、買って、で、その店出て、実は違うとこ行ったかとあって、違うお店に行ったんですよ。違うお店に行ったら、そこになんと、僕の知ってる人がたまたま隣に車で止まってて、で、あーとか言って、で、どないしましたんとかから始まって、で、その人はね、実は最近また、言い方あなたってんけど、またプラモデルを作り、始めたらしいんですよ。時間が余裕ができたからって言って。ほんで、プラモデルを作り始めたっていうのは聞いてたんやけど、たまたま今日どないしましたんって聞いたら、プラサフを買いに来たっていうね。マニアックやな、プラサフ。プラサフ買いに来てんって言うから、ほんで、このズゴック見せてね、このズゴックの中に、淡水ペーパーと綿棒が入ってんねんけどって、いります言うて、バッと開けて、で、その人にあげて、中身。で、これはこれでね、実は開封済みなんですよ。ちょっと開けてみます。開封済みやね。こんな感じでね、開封してあって。んで、開封してあんねんけどやね、この、スペシャル外装って言われる透明のやつやな。これはね、未開封なんですよ。実は。これ。未開封。で、開いてんのがこれね。ちょっと微妙な空気がする。これがスペシャル外装がついてるやつの、部品請求カード。2009年。ね。で、あと、パーツがあるかどうかを見たのよ。ここで。ここやったかな。パーツ見て。これ。見て、で、パーツがあることが確認したら、これね、一応ね、全部あるんですよ、パーツが。で、パーツがあって、スペシャル外装だけ、未開封やから、ちょっと、はっと頭よぎったんが、
これ普通のあの再販やな、再販のズゴックがあったら、マスターグレードの再販のズゴックがあったら、中身入れ替えたらこれスペシャル外装が出来上がるやんみたいなねこれでね、実はここにあるんですよ。僕もあの安い時に買ってるから、あーごめん、ちょっとバタバタバタンと落ちたけど待ってね、めっちゃ引っかかってんねけど、ここにね、ズゴックはあるのよ。下で戦ってるけどな、ここほら青色やけど、安い時に買ってた2640円って書いとったな、値札がついとって2640円やったこのシャア専用ズゴックがあって、でこれをね中身ごと変えると、中身 こっち開封してるやんか、開封してて、でこれをこれごと全部出して、一回出してこれね出して、こうも開いてんねんけど、部品はちゃんとついてんねん、全部確認したから。これが柔らかいパーツ、ズゴックのこれあれで、あのシンナーとかで、シンナーとかに塗れるとあのカチカチだってちぎれるってパターンみたいな、こんな感じで開封済みやん、全部全部出してね、出してんで、こっちのズゴックやな、この青色バンダイのズゴックを、よいしょっと、いや今そしたら戦ってるから、ね、ごめん取った。このスペシャル外装のズゴックを、こうやって入れてるわけね。これね、入れ方順番があるんですよ。バンダイに聞いたら教えてくれるけど、この貼り方やね、順番が。これはね、あのメーカーの、あの工場出荷状態はこの貼り方やね。あのちょっと心配な方はあのメーカーに電話したら教えてくれるんで、バンダイでも教えてくれるわ。あの下から順番に何パーツ入ってるんですかって聞いたらね、あのコールセンターの人の正確に教えてくれるんで。でこれをこうやって入れていくわけ。こうやって入れて、でこれにスペシャル外装と、その、スペシャル外装の注文カードを入れて、でこの説明書をよいしょこう入れると、スペシャル外装付きの、ズゴックが出来上がるわけよ。これでね、あこれちゃうわ、こっちや、箱はこっち使って、でこれはね、僕の中ではこれね、アウトかセーフやったら、実はここセーフやんの、これはあの再製品って言い方するんだけど、あの部品自体はあのちゃんとあって、部品がちゃんとあって、で、さらに、何?完全状態に戻った。ね、で、こっちの、こっちの、2640円で買った、2640円ズゴックは、作る方に回すっていうの。作る方に。これ、完品になってん、これで。完品です。はい。まあ、こんなこともね、こんなこともって言えないけど、こんなこともね、結構やってますよ結構やってる。あのね、記憶力と、インスピレーションやな。安かったら買うねんけど、ちゃんとした完全状態、こっち完全状態になったでしょ、とノーマルのね、赤いマークや青いマークのバンダイやったら、こっちの方が価値あるもんねっていう、そんな作業でございます。